山に行ってヤシャブシの実らしきものを拾ってきました。どうも2種類あるみたいで、この大きいやつと、この小さいやつ、大葉ヤシャブシと普通のヤシャブシだと思います。はい、両方に2リットルの水を入れました。早速色がついてきましたね。こっちのヤシャブシはまだ反応はないですね。右の大葉ヤシャブシだいぶ色が出てますが、ちょっと濁っている。カビが生えてるの見えますかね。カビてます。色はかなり濃いですね。でもこの水面見たら分かるように、水面が一面カビですね。確かめたいのはですね、一つ目にはヤシャブシの実がエビに害がないのかと、二つには、一度水につけたヤシャブシの実ですがまだブラックウォーターにする力がどれぐらい残っているのかということを確かめたいということです。まずは実を取り出します。それから実験で使ったエビをですね、コリドラス水槽に移します。ブラックウォーターを入れていきます。ちょうど夕焼けのような雰囲気ですかね。ブラックウォーター入れたから、生態の様子観察してるんですけど、特に生態以外はないようですね。大葉やしゃぶしの実を煮ていきたいと思います。水を入れてですね、火にかけます。火がつかない、火がつかないと、つきました。さて煮ましたがこんな感じ。ブラックウォーターが出てきてますね。煮汁はまた別の方で別の水槽に使います。で、左は煮沸した大葉やしゃぶしを入れます。早速タンニンが出てきてますね。煮た方がタンニン出やすいみたいですね。入れて数時間後ですね、こんな毛差が出てきました。煮沸した方はこんだけ出てきてます。こっちが煮沸なしの方ですね。こんなに色が違います。カビが生えるっていうのは前回の実験と同様ですね。それに対してこっちはカビも生えてないし、煮沸した方が色が濃く出ると。煮沸した時に煮沸に使った水にだいぶ濃い色でタンニンが出たんですけど、そこからまだ出てますね、煮沸した方が。というわけでヤシャブシの実、この場合大葉やヤシャブシの実ですけども、煮沸した方が良いぞということが分かりました。実験はこんなもんかな。